これは私がまだ学生だった頃、今から7年前に体験した話です。未だにこの記憶は脳に刻み込まれており、風景、言葉、感情など、詳細に至るまで思い出すことができます。夏休みを持て余していた私へ、友人 Y から、暇だから旅行に、行かないか?との誘いの電話が入った。暇はあっても金はない、でも海で10日は遊びたい。そんな私たちが考えついた旅行の、プランは、砂浜での塾、ママチャリの旅、だった。つまり、私たちが住んでいる東京から、買い物自転車通称ママチャリで、千葉の九十九里浜まで行き、各地の砂浜での塾しながらひたすら北上。目指すはリアス式海岸ってな計画だった。とりあえず電話で持ち物分担を、話し合い、どうせ暇だから明日から出発しようということになった。午前11時頃、出発。記念にと、使い捨てカメラにて写真を、1枚。そして、歌舞伎座前など要所要所で、写真を撮りながら、東京を脱出したのが、午後3時過ぎだった。急遽決まり、計画も図算な旅行だったためか、早速1日目から問題が、勃発した。夜8時頃、千葉県四街道に差し掛かったあたりで、道がわからなくなり、Y が用意してきた地図を見たのだが、何を考えているのか、Y が持ってきた地図は、東京23区マップ。もちろん千葉県の地図など載っておらず、全くもって役立たず。呆れ果てたが、Y と付き合ってく上で毎度の、ことなので。まあ人に聞いたり、コンビニで地図を見たりしながら行けばいいかと、笑って済ませた。というか、笑いが止まらなかった。私たちは、私が持参したコンパスを、頼りにひたすら東に向かった。コンビニも見つからず、ガソリンスタンドも営業時間を、終了しており、道を人に聞くことができずに、進んでいた。不安に思いながらも進んでいると、青看板の道路表示で200メートル先で急バツバツ道にぶつかり右折すると、妖怪市場というところに向かえると示していた。妖怪市場は大学の友人の実家がある町で、九十九里浜より北上したところに位置する町と知っていたため、喜び遺産で私たちは右折した。急バツバツ道は上り坂が多く、ママチャリの私たちは立ち漕ぎで、登らなければ辛いところも多々あった。時計を見ると9時を過ぎており、私たちは体力的にも、精神的にも余裕がなくなりつつあった。判断力が薄れ、Y 字があると、看板も見ずに太い道の方を、選択するようになっていた。気づくと車通りはなくなり、両側は林、民家もなく、街灯と街灯の間隔も、広がり、明かりが少なくなってきた。直前の Y 字からはすでに40分以上は、走っており、引き返す気もならなかった。たまに上空を成田へ向かう飛行機が、飛んでおり、ジェット音が聞こえる。その音が不安感を払拭する手伝いを、多少していたためかもしれない。さらに40分ほど走っていると、それまで談笑しながら女の、話などをしていた Y がマジな顔になり。この道やばくないか?なんだか、道が狭くなり出した気がするんだよなぁ。と言い出した。確かに道路の幅も狭くなり、道の舗装も荒れ始めていた。あとさぁ、途中から全く標識ないよなぁ。おまけに車が全く通らないのって、やばくねぇ?おまけに長すぎだろう。なんで交差点がねぇんだよ。私もさすがに不思議に思ったが、基本的に気楽に考える性質なので、指導に行っちまったか?でも、こんだけ長い一本道が行き止まりってこともないだろ?それに、こっちの方の道なんてこんなもんじゃねぇの?と言い返しておいた。そうすると Y が、やっぱりこの道おかしいよ。民家もねえし、静かすぎるよ。飛行機の音って最後いつ聞いた?感覚が空きすぎだろう。道路が荒れてるからかもしれないけど、なんだかペダルが重いよな。通過重すぎねえか?そう言われると、なんだかおかしい気がしてきた。確かによく聞こえていた飛行機の音がしない。おまけに平らな道を走っているのに、ペダルが妙に重い。しかし、それに同意するのも尺に、重い。私は、両側が林なんだから、民家がないのも当然だろ。もしかすると、うちらが見落としているだけで、民家もあったかもしれないし。飛行機だって、この時間は本数が減るんだよ。もう11時過ぎてるしさ。さすがにこんだけ走り続けてやー、疲れてペダルも重く感じるよな。Y は納得がいかないようだったが。そうだよな。と答えた。すでにひたすらまっすぐの一本道を、1時間半以上も走り続けていた。なんだか場が暗くなり、私も急に不安になってしまったので、とりあえず歌うことにした。当時の流行歌や、幼少の頃のアニメソング。Y も流行歌は鼻歌程度だったが、アニメソングの頃には歌い出した。ガンダム、
を歌う頃には、二人で大声熱唱状態だった。Y の自転車を漕ぎながら熱唱する姿が、妙に笑えた。私は走りながらポケットからカメラを、取り出し、大口で歌う Y の姿を、写真に収めた。そして恥ずかしいのだが、魔女っ子メグ、を熱唱。二人で大声で歌いながらペダルを、思いっきり漕ぎ、シャランラー、と絶叫しながら坂を、登り切った時だった。20メートルほど先に白い服を着た女の人が、道の左側を歩いていた。その女性の後ろ姿は白い服を着ていたせいか、暗い道にもかかわらずはっきりと、見えた。私は、今のシャランラー絶対に、惹かれた、恥ずかしい、とまず思った。私は Y にあそこに人が、歩いてるなと話しかけると、Y はええと言い。右斜め後方を走っていた Y も、恥ずかしいと思ったのか、女性と反対側の右側へ、ふらりと寄った。その女性はデビュー当時の聖子ちゃんのように内巻きの、ヘアスタイルで、ふわりとした感じの白いロングスカートにレースの入った白い長袖の、ブラウスを着ていた。私は、おいおい、なんちゅう服のセンスに髪型だ、誰かの結婚式の帰りか、と思った。ちょうど女性の脇を通り過ぎるとき、私は Y に道を聞こうよと、言うと、Y はう?と驚いたような、そして困ったような表情で、返事をした。私は即 U ターンした。綺麗な人だったら良いなぁと、思いながら、その女性に海岸に出たいんですが、どう行けば良いですか?と聞いた。私の想像通り綺麗な人だった。可愛いというタイプではなく、綺麗系のタイプだった。それゆえ私は、服装と髪型が似合ってないなぁ。でも、綺麗だぞ。この子と話し込みたいなぁ。でも、うちらブサイクだから相手にされねえかな。なんてなことを思った。私は下心丸出しで、かなりジロジロと見ていたと思う。表情が暗いなぁと感じ、不審人物と思われてる?とちょっと心配になった。なかなか返事を返してくれない。二呼吸ほどの静寂。彼女は進行方向をゆっくり右手で、指さす。視線の端の方で Y が1踏みほどペダルを漕いで、少し進み止まるのが見えた。彼女の口がゆっくり開く。突き当たりの D 字を、右に行けば、海に出ます。蚊の鳴くような細い声で、ゆっくりとぽつりぽつり返答が返ってきた。怖い、話し方が怖い、声が怖い、彼女の口が妙に怖い。そして、この時やっと私は彼女がここにいることに対して、不審に思う。車は全く通っていない。民家もなければ自販機もない。彼女は手ぶらだ。時間はすでに11時半頃。女性が一人で歩いている。この現状に何か理由が欲しいと思ったのかもしれない。彼女は体が透けてないから、お化けや幽霊じゃない。私は、幽霊は体が透けて見えるもの、という先入観がありました。故に彼女はレイプされて車から捨てられたんだ、というストーリーを考えた。しかし、彼女の髪や服装は乱れていない。そうだ、彼女は彼氏と喧嘩して、そいつはひどいやつで彼女を、置き去りにした。道を知っていることを考えると、この先しばらく行ったところに、彼女の家があるはずだ。そうだ、きっとそうに違いない。だから落ち込んでいる彼女は暗いんだ。私は彼女に、とりあえず大丈夫ですか?と声をかけた。また、すぐに返答が返ってこない。振り返ると、Y の自転車がゆっくりと、進み出していた。彼女の口がまたゆっくりと開く。右です。右に行ってください。右。その瞬間。ひぃ。Y の引きつるような声が聞こえた。そして、急に Y の自転車が加速した。私は慌てて彼女に大声で、礼を言い、全力で走る Y を追いかけた。ふと、後ろが気になり振り返った。50メートルほど後方にいる彼女は、微笑んでいるように見えた。私はなぜか彼女の微笑みを、見て安心し、心を落ち着かせることができた。私は、ありがとう、の意味を、ごめん、彼女に大きく手を振った。Y は遥か前方を走っていた。きっと Y は彼女を幽霊だと、思い込んでいるんだと思うと、Y の肝の小ささに笑えてきた。Y の臆病さをバカにしてやろうと、全力で追いかけたが、なかなか差が縮まらない。10分ほど走ると、Y はスピードを落としたのか、もう少しで追いつけそうになった。Y の前方を見ると、彼女が行っていた T 字道が、見えた。T 字は右が折坂で、左は上り坂だった。正面に看板があり、左に曲がるとゴルフ場があるようだ。3メートルほど前方を走る Y に、私はそこを右だぞ、右、と、声をかけると、Y は振り向かずに、ああ、そっちがいい、右だ、右にしよう、と答えた。私は Y のおかしな返答に、疑問を持った。確かに彼女は、T 字を、右、
と言っていたはずだ。声は小さかったが、あの音のない場所では Y にも彼女の声がちゃんと聞こえていたはずだ。Y は T 字を右折しながら振り向いた。視線が私から私の後方へずれて、行く。振り向いた顔が一瞬こわばる。なあ。Y が大声で叫びながら坂道を降りていく。その大声にびっくりした私も T 字を右折しながら振り向いた。何もない?私も振り向いたまま自転車は坂道を降り始める。T 字の街灯の光に何かが入って、左の方へ抜けた。何?もや?影?プレデター?わからない。なんだかわからない。イノシシのようなものの形で、光を遮り、その形で空気が歪む。そして、それは滑るように左折して、坂道を登っていった。見えたのはほんの一瞬。私も全力で自転車を、こいだ。怖い、怖い、怖い。ついに見た、初めて霊を見た ?Y が見たのはこれだったと理解した。Y には私が彼女と会話している時から、彼女の傍らにいるあれがはっきりと、見えていたのだ。あれは彼女に取り付いていたものだったのか?だから彼女は暗く言動がおかしかったのか?一気に今までのことを理解した気になった。体が震えてる。その時急にペダルが軽くなった。目の前に広い道路と交差する十字路が見えた。交差点にラブホテルの看板があった。左折1キロ。Y が怒ったような声で私を大声で呼んだ。おい、今日はラブホに泊まるぞ。絶対に、止まるぞ。二人は同時に左折した。上り坂だったが、やはりペダルが軽い。ラブホテルの駐車場に、ママチャリを2台止め、2台にカバンをくくりつけていたロープを、一気に解き、ラブホに飛び込んだ。受付は男性だった。自転車旅行中に体調が、悪くなったので止めてください。お金は、あります。受付の男性は、自転車、若いなぁとつぶやき、笑いながら、男同士は基本的にダメなんだがな、いいぞ、5800円だ。と、心よく OK してくれた。私たちは、2400円ずつ払うと、男性は布団一式と目覚まし時計を、用意してくれた。そして特別に一番高い部屋に、泊まらせてやるといい、私たちは最上階にあるめちゃ広い部屋に、通された。受付の男性が、部屋を出るときにビニール袋を、置き、これはやる。あと、好きな時間にチェックアウトしていいぞ。と言い残し出ていった。ビニール袋の中身は缶ビール 500ml 4本と菓子パン数個だった。明るい光の中で見たワイの顔色は真っ青というか段ボールのような色をしており表情は怒りに震えているようだった。二人は無言でビールを開け一口飲んだ。その途端ワイは溜まっていたもの一気に吐き出すようにまくし立てた。お前だ、お前が悪い、何を考えてるんだ、信じられない、バカだ。お前のせいだからな。ひどく興奮した Y に私はなだめるように話しかけた。だってあんなのいるなんて知らなかったからさ、あの女が。私が話すのを遮るように Y がさらにまくし立てる。女なんだ、あれはババアだったか、ババアのお化けか、それとも単なる黒いボロ布をかぶった普通のばあさんか。いや、普通のばあさんがあんな速度で追いかけてくれるわけねえだろ。お化けか幽霊か、つうか人間の形じゃねえだろ。あんななんだかわからないものに声をかけるなんてお前は気違いだ。おまけになんだあれの声は、左だー、左だーって叫びやがって、あれの声が響くたび頭が割れるようだったぞ。あそこで右に行ってなかったら絶対殺されてたな、つうか食われてた。お前が偉かったのはあそこで右に曲がったことだけだ。Y は肩で息をし、缶に残ったビールを一気に飲み干した。ババア、黒いボロ布、左だー、と叫ぶ。私は Y が言ってる意味が、わからず、ぎょとんとしていた。私が見たのは白い服を、着た若い女性で、右です、と消えそうな声だったはず。おまけに彼女はかなりの美人で、瞳だって、目は、あれ、どんな目だったか思い出せない。大きな二重、切れ長な一重、鼻は、口は、髪型や服装は思い出せるのに肝心な顔が全く思い出せない。たかだか20分前に見た人物の顔が思い出せない。あんなにじろじろ見ていたはずなのに。もしかして彼女も?そんなわけはない。だって彼女は透けてなかった。あんなにはっきり見える幽霊っているのか?背筋を冷たい汗が流れる。私の頭は錯乱していた。そして錯乱した頭で考える。Y が見たのは黒い何か。
て、私が見たのは、彼女、だった。Y には、黒い何か、が、左、と、いい、私には、彼女、が、右、と、教えた。左へは、黒い何か、が、駆け上り、右に来た私たちはラブホで、ビールを飲んでいる。もしあの時に左行っていたら、私たちは、どうなっていたのか？わかるのはこれだけだったが、このことを Y には言ってはいけないような気がした。何も言わない私に Y は罵声を浴びせ続けたが、ごめんと一言 Y に謝ると、Y は急に落ち着いたようで、風呂にでも入るかと立ち上がった。6人では入れるような風呂にビールと持参したウイスキーだるまを持ち込み2人では入り、無言でだるまが空になるまで、湯船に浸かった1人になるのが怖かったので、風呂から上がった私たちはもろ泥酔状態で、いつ寝てしまったのか気づくと朝になっていた。後日談。次の日、Y は妙に元気が良く、朝からエロチャンネルを見てはしゃいでいた。元気な Y は、早く海が見たいなぁとやる気満々で、ラブホー飛び出すように出て、私たちは海へ向かった。旅行中、私は意図的にあの時の話をしなかった。結局旅行は、茨城県大洗海岸まで、数日かけて行き、そこで4泊した後、行きと違うルートで東京まで、数日かけて帰った。旅行の3日後、現像に出していた写真が、できた、と Y から連絡があり、旅行の思い出は、なしをするため、Y とファミレスで待ち合わせた。私は自転車のルートを、一緒に確認したかったので、関東マップを持参していた。私たちは、写真を1枚1枚撮った場所を、関東マップで確認しながら、その時の話を笑いながら話し合った。私は写真をめくるたび、あの時の恐怖が鮮明に、思い出されてきていた。私の手に持つ写真は、千葉駅付近のパルコ前で、撮った写真。この写真をめくると、次の写真は、あの時の愛が大声で歌っている写真が、出るはずだ。私の手は少し震えており、写真をめくるのを躊躇していると、Y があっさりと写真を、めくった。次に出てきた写真には、朝ラブホの前で満面の、笑みの Y と引きつった笑いの、私が写っていた。あれ？あの時の写真がない。私は Y に、あの時の写真がないことを、告げると、Y はあの時、歌ってた、と、何を言ってるかわからないという素振りを、見せた。私は、1日目の夜中に、道を聞いて怖い思いをしただろう、と言い、千葉県内陸のページを広げ、あの時のあの道を探した。道はあったが、どうもおかしい、地図上の距離が短いのだ。あの時、一本道を2時間以上走り続けたはずだ。なのに地図では10キロ程度しかない、いくらなんでも短すぎる。そんな私に、Y は1日目に道なんか、聞いたっけ？私は覚えてないのか？と言い、地図を Y に向け説明した。この辺りで、お前の地図を見たのが8時頃だろ。この旧バツバツ道に入ったの8時頃。ここまでは、覚えているか？ Y はそう、そう、とうなずき、使えない地図を持ってきたことを、笑いながら謝った。私はさらに続けた。で、ラブホがあったの箱の辺だろ。ラブホに着いたのは何時頃だった？ Y は頭をかきながら、確か12時過ぎてたよなぁと言い、首をかしげた。私は、俺たちは、この間の3時間何を、していた？たったこの距離を3時間もかけて走ってたんだぞ。1時間で行けるような距離を3時間かけて走り続けてたんだぞ。いいから、ちょっと写真のネタを見せてみろ。Y は、俺、3時間も何を、やってたんだ？なんで、俺はお前を怒ったんだっけ？とつぶやきながら、写真のネタを取り出した。私はネタを窓にかざした。そのネタには不自然なところがあった。パルコ前での写真とラブホ前での写真、その間にある写真1枚分の空白。1枚分だけ観光してしまったかのように綺麗に真っ白だった。あの日、私だけが見た、彼女、の、姿、Y だけが見た、黒い何か、の姿。あの日の出来事を率明かしするものは、Y が持つ、1枚分観光してしまったネガ、と、私の記憶、のみとなった。あれから7年以上経ち、先日結婚式にて久しぶりに、Y と会った。二次会であの日の話題を出したが、Y の記憶は封印されたままだった。